こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です、今日は、なんか日大の理事が逮捕されたっていうニュースが出たので、それによる影響が、難易度に変化が出るのかなっていうお話をしようと思います。で、日大マンモス大学ですので、学生数がですね7万いくらって出てきますので、検索をすると、そうすると、1学年約1万7000人ぐらいいる大学なんですね。で、当然それぞれ学部があって、丸々学部、三角学部、バツバツ学部ってとりあえず3つ書いたんですけれども、で、それぞれで入試がありますよということなんですね。ただ、そこで気をつけなきゃいけないのが、日大は付属校がたくさんあります。調べたら26校あるということなんですね。で、その26校、例えば日大付属の A 高校という形だと、 A 高校を卒業する、例えば300人、1学年で卒業してきますよということになると、どういう仕組みになっているかというと、テストをやってですね、成績のいい校から順番に、例えば丸々学部行きたいですよ、で、行きたい子が順次、埋まっていくと。で、それぞれ日大付属の B 高校でも、例えば丸々学部が人気があって、成績のいい子が、丸々学部に入っていきますよ。で、次の、ボーダーラインで、例えば三角学部に入りますよっていう形で、上から成績の順に、希望の学部に入っていけるっていう形になっていって、ある一定ラインよりも下はもう、日大に行きたいんだったらバツバツ学部に行ってねっていう形で、バツバツ学部に進学していくっていう形なんですね。で、その他に、他の高校、付属じゃない高校からの推薦がありますので、推薦で何々学部に何人っていう形で、入学してくる子がいますよ。三角学部に何人っていう形ですね。で、それぞれの学部でだいたい約 60%、学部によって、ばらつきはあるでしょうけれども、約 60% がもう推薦と、付属からの、進学で埋まってしまいますよ。で、残りの、この部分ですね、この部分が、募集人数っていう形で、一般入試等々で入試をして、入ってくるっていう学生数になります。で、毎年の倍率を見てみると、学部によってばらつきはありますけれども、約3倍から7倍の、入試で入りたいよっていう応募があって、でこの中から入試で成績順に、この上積み層ですね、ここが合格して入っていくという形になっています。ですので、もし仮に、そんな不祥事があるような大学だったら嫌だなって思う人数が、多少いたとしても、この倍率がですね、多少下がってこうなったとしても、結局上積みのこの合格者っていう人数が、そんなに、偏差値的に変わるかっていうと、変わるようには見えないっていうのが、実情のところですね。でっていうのは、なぜかっていうと、嫌だなって思って逃げていく、日大を避けていく層がいる反面、じゃあその分倍率が下がってチャンスなんじゃないのって思う、人もいるわけですね。そうするとこの倍率って思った以上に下がらないっていうのが、現実なのかなっていうところですね。で、以前あったアメフト部の不祥事の時もうそんなには変化がなかったっていうのが、事実ですので、そうすると今回の、理事長の逮捕で、背任罪ということなので、学生の勉強には、前回のアメフト部の話と比べるとだいぶ遠い、上層部がお金のことで、なんか悪いことしたよ、でも学生の、生活あるいは勉強等々に関しては、そんなに影響ないんじゃないの、逆に言うと、上層部の悪い人が逮捕されて、一掃されれば、海が出し切れてしまえば、逆にいいんじゃないのっていう考え方も、ありますので、あまりこの難易度に変化は起きないんじゃないのかなって考えています。ですので、このニュースでですね、あまり右往左往をすることなく、振り回されることなくですね、もし日大を目指している、
生徒さんいるようでしたら、まずは自分の実力をつけて、でこの3倍から7倍の競争率の中で確実にこう入っていけるように頑張っていただけるといいのかなと思います。でもしこの推薦の道、他の学校付属じゃない、まあ、普通の高校に行っているお子さんでもこの推薦の道が結構ありますので、もし日大を第一志望って考えているのであれば、まあ、推薦の道をまず探ってみていただいて、で、それに合わせてですね、入試でしっかり、合格できるように勉強を積み重ねていただければ、その方が近道なのかな、あんまり心配する必要ないのかなっていう印象を持っています。まあ、急に、ニュースでこんなニュースが飛び込んできましたので、急遽ですね動画作ってみました。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。